いや、まあ今流れてると思うんやけども、悪いけど、ほんで俺のツイッターに入らせてもらう。今画面上では俺のツイッターしか見えてへんみたいな感じになってると思う。よし、ツイートしたと。で、俺がちょっと配信状況をちょっと見とかな。ちゃんと音が流れてるかとかも。めっちゃ面倒いだろうけど。あ、いけてるな。俺がツイッターの操作してんのんと、全然。で、ブラウザ落とそうか。これで見えるやろ、みんな。はい。で、サークル部屋って、の、まずな、あれ、何のアイテムを買ったって言ってた？ちょっと待って。うん。この一番上のこのトロフィーの3つのうちのうん。右2つ。一応ごめん、声入ってるの確認して。このまず開けるやろう。600キャッシュ、600キャッシュ、600キャッシュって、これトロフィーやらあるやんか。これの右2つを買った。右2つ、これ2つも買わなあかんの？え？2 つも買わなあかんの？いや、2つ買ったら複数の効果つくよ。で、で、これは右から、右は、右は？1位になったらボーナスがつく、経験値とかコインが。これ右って、あれ、配信画面にマウスポインターが映ってへんのはどういうことなんかなって思うけど、右、今、要は右が、なんて？この青いやつやろ？が1位になった時にうん。ボーナスがちょっとつく。で、この真ん中の赤いやつは何か？は、フルコンボした時にボーナスがちょっとつく。オールコンした時にボーナスがつくのがこの真ん中の青いやつで、で、まこの、あまあ、い違や、真んうよ。中の赤いやつで、で、右の青いやつは1位になった時にボーナスがつくの。で、左はもうわかるよな、97%。97%なんか俺取れるわけないから、こんなん勝っても意味ないよ97は、俺も、月で出えへん時もあるから取るけど、これは買ってない。な。ああ、なるほしかも、どのみちがこれ買ったとしてもな、そんど。なめちゃくちゃこう、バカほど1000もらえるとかな、そんなんじゃないかな。増えても100、200とかやかなるほどね。な。なんか出とったやんか、思い出した、エクスプアップってなんかあって、まあ、こんな感じやわ、それ。この数日間、なんて言ったらええの？俺、見てたんやけどな。この右のこの赤いやつと青いやつは、やっぱ持ってる人おったな。まあ、それは俺やろな、オールコンボできるやつは。おお、やっぱそうなんか。ほんじゃ、まあ、サークル部屋の階層に移るとします。あと、なんかおすすめあります？このおすす2ページ目のなんです、この指輪とかなんか知らん、これ。パックやろ、それ。多分なんか書いてあるけど、2ページ目？これ？2ページ目、さっきトロフィー言うてたやろ。だから、俗に言う、これはあれやろ？ここに書いてある指輪と、カンパナデオロって多分、金な。金かける5個？とメガホンが5個。で、これをそのまま買うと5910キャッシュ普通はするけど、それが2900キャッシュで買えますよ。安いか、この2900ってせやけど。だから指輪が高いからな。だ 指輪付きやったらこれ意味があるってことな、このこれ。から指輪もついてますよってことだな。この片っぽ横は指輪ついてへんやろ。
まあこれオートインでこう、こんなんいらんけど、買わんで。いや、安いと思うで、2900やろ？安いかな。だって、その2ページ目の地代とか、単体で指輪同じの買っても2200ぐらいするの。オートインでことないだろ、これ。あれか。オートオーい、い、い、い。トインストってのはあれやん。オートレディあ、オートレディのことね。ややこしいの、ほんまがに。30日。いらんわ、そんなもん。オートレディ。で、金5つとかにな。金じゃないな。多分これ。なんやろ。名前じゃない、メガホンやな。ああ、メガホンと名前交換が、この、ああ、ゲーム ID と応答、あれと名前替えが2900。ほんで、片っぽが、金と指輪とかいうの。で、俺やったらやっぱりこれお得じゃん。ペットと指輪付き1万1800キャッシュ。どこにあんの？ペットと指輪付き。1ページああ、目。ここに書いてあるの。もう一番左。このあれ。1ページ目の一番左。の、1万1800の？これがお得ちゃうかなって思う。ペットもついてて、指輪のいいやつついてて、で、これをほら、変えたら23,650キャッシュが11,800。これ送る相手おらへんのに指輪買うんかい。え？送る相手もおらへんのに指輪買おうとしてんのいやいや、だから、おったら買うとかじゃない。やこしいな、いらない記事使うって。え、こんな指輪ないやつってないのか、そのやつ。いや、そんな、おってくれたらいいんですけどね、いないですからね。指輪ないパックがないのかっていう意味ね。あるやん。真ん中？真ん中とかペットだっけ。ペットと、なんか、ですやけどこれあれやで、アミーゴダンスかなんかついてんじゃん、これまじゃあまあ結局最後の2ページ目の右しかないんで、名前変更しかない。だ。これ、あとしょうもないのしかないんじゃん。それかこれでもええんじゃん。メガホンと、この、要は1ページ目の下の真ん中。1ページ目の下。5600キャッシュ。これ1ページこれもの。指輪ついてるやん。ああ、ほな、独身貴族には意味がないってことか、ほんな。ほんでか、あれ、最近俺な、女の方でログインせえへんの、なんでか知ってる？なんで送ってこられるかあのな、ほんまな、30分の間に5回ぐらい来んねん。いや、ほんま、ほんま。いや、ほんま、30分の間に5回も断らなあかん。やっとけよ。やっといたら経験値もらえんぞ、一いや、もらえるけどやな、何言ってるかわからん人ともできるわけないけど、そんなもん。しかも、英語通じへんとかなったらすごいやろ。あと何？もう、だから、独身貴族はもう2ページ目買えっつうことを、この真ん2中ペーよ。ジの右しかないってこと。2900。だけど、メガホンとこないらんで、はっきり言って。名前変えるっていうのは。名前変えてもしゃあないやん。まあ、ほなトロフィーしかないんやな、ほな買い物言うたら、これよ。あ、自分配信画面見てる？見てへんで、見んでええで、別に。だから2になってんのかな、ほな、買い物がこのトロフィーぐらいしかないってことで、終了やな。で、これ1年もんが、じゃあ30日が2900もすんの。ダンスのなんかエモーションせやけど、多分指輪とかは全部1にあると思うね。あ、ウノやな。2900ウノやな。だけどトロフィーは30日。なんかしょうもないなぁ。せっかくハゲからだだだあのだ脱ハゲになったと思ったら、こんなんしか増えてへんのかね。まあなんか知らんけど、ええわ。まあサークル部屋行くは悪いけど。いや、俺も行くわ。もう1時間経ってるんだけど、入るや。え、何が1時間？
会話。会話は1時間経ってるけど、配信が22時やから15分やで、バレる。会話そんな1時間もなったかっけ？会話1時間もなってる。ほんまやな、44分やで、でもうち。嘘や、俺1時間39いや、だっ分。て1回切れてるもああ。ん。うん、1回切れたやろ。切断されてしまったやろ。あ、俺はそのままな、勝いや、手に直しやがった。あ、ほんでな、机が自販機の前の時やったやろ。要は君があのブログに、あったやろ。俺もやろうかな思ったらだ、この位置に戻ってよ。いや、俺もやろうかな思って次の日や。戻ってよ、ね、もう何も。自分だけど。や、都合悪なんかさ、おう。戻しとかなあかんかな いとや、思っまあ、て。ええよ、別に戻して。いや、俺もな、この位置で撮ろうかなって思ってへん。いや、撮ろうかな、また戻ってよね、ここに。どうする？配 信いはや、もう、いさ。や、ええ、もう、ここはこっちでええかな。もう、こっちしようや、これ、これ。こっち、こっち。どうする？なんか買う？これ何言ったよ。これ何？いや、なんかこれ机かなと思ったらさ、物置っていうかなんていうの、の台。これな。いや、置き場所って、いや、なんかほんま、君のリアル部屋か思う置き方やな、これほんまに隅にこう、アメリで、カで何なん？隅っこにほんまに机として使うっていう感じの、なんていうの、この、ほんまに隅に置いてあるやん、これ。でもここ行かれへんっておかしくない？そら行かれへんやん、これ、物やねんから、これ。いいや、ちゃんこ、や、ほんま、これ、全部行かれへんな、何これ。何これ、全部行かれへん。置けんのや。置けんのに、いや、最後、ほんだったら、これ、ど真ん中が置いたら、これ、全部行かれへんの、あ、こここも行かれへんの。あれ、なんか前より行かれへんくなってんのよ、れ。ここが。どこ行かれへん。ほら、ここまで。ああ、これな、部屋バグってるんやわ。時々窓見えへんなんや。は？時々この窓見えへんなんまあ、言えばそんなブロック臭い窓見えんくても。や。いや、うん。とにかくおかしい。あ、コメントくれた。あ、ジャカさん、こんばんは、言ってくれたで。あ、後でこれ YouTube に動画だけ上げようかなと思ってるから、あんまり音楽とか入れられへんねんけどな。まあまあやっていそくういっか。て意味では。まあそんなんはええとしてやな。そんなんはええとしてやな。なんかやっていこうか、ほんなら。なんか置き場所ないわ。君んちのリアル部屋になってんねん、このほんやめまて。に。いや、ほんまにこの隅っこに机置いて、ほんまに机みたいにして使う。しかし、要は話覚えてるな。でも、こんなんや言っとるけど、俺、これ。せやろ、思ったわ。で、ちょうどここにな、布団があるね。布団が。ここに布団があってな、ようそんなここつ、にパソコンがあるね、ここに。ようそんなな、机で、は、ここに机。机の足の下でようねえへんわ、俺悪いじゃ、けど。ここに机があるんです。で、ここにドアがあるね。まあ、7畳ぐらいの部屋やろ。だから、ここはドアで、目の前に。パソコン置いてあって、で、ちょっと後ろ変えたら、電気ストーブがあってやな。電気ストーブは置いてあって、なるほだどからな。な、ドア開けるときに邪魔やねん、こいつ、マジ引っかかって。そんなとこに置くからや、危ない。危ないで、そんなとこに電気ストーブ置いてたら、それ。コンセントないんですよ。伸ばせよ、なんかで。いやー、もうあかんわ。もうコンセント少ないわ、ここ。いや、うち買って、この10畳までな、コンセント4つしかないねんで、悪いけど。3つやで、もう。ほんで、俺30個ぐらい増設してんやわ。おまけにこのエアコンのな、エアコンこれ1タップやけど、これもパナソニック電光製のやつ買うてきて、外して2個にしたんねん。そっから延長ケーブル引いたん。とかやってんねん、これ。ただコンセントうちの部屋足らへん。まあええわ、この机どっか配置できひんか。このつくね。なんかどっかええとこない？どれ？ソファーとな、いや、ここれの。高すぎるわ。これ作れちゃうもん、これ。いや、これなんなん一体これ、ほんなら。それ？多分、ちょっなんすか一体これ。と待って。それは何でしょうね。普通やのこれ。これは？どうしたら？何？
ちょっと待って、あ、十。なんか、何しようかな。なんやったらな、こっちにしたら？もうドラドラ。テレビ。ああ、なるほどね。ああ、なんか普通になったっていうかな。どうしようかな。もうでも、これでもええわな。こうしようか。ほな、ここテレビ一台だけなの、でもなんかずれてるけど。俺。もう、これやるんやったらもうちょい右やな、テレビ。右？右。ちょっと右。テレビを右にすうん、れテレば。ビを右やで、この台ごと、台を右にしたらあかんねん。テレビを右に。さあ、どうなった？おお、ええ感じ、ええ感じ。何があったの？もうこれでええわ、とりあえずは。ほんで、まあなあ、あと、なんか、か、な、何があります？他に何ありまなんすか、か、買いたいか？もんありますか？買いますか？てか、レベルにならへんの？いつになったらいいんや？いや、わからん。やり方知らんし、はっきり言って。しかも、興味がないっていうのもあるやん。ちょっと待って。言っとくけど、多分あと30人ぐらい呼ばなあかんな、これさ、あと。もうええで、そこまでせんって。だってさ、まあ、1アカウントで30も作るか？そんな俺、暇なことせえへんで言うとくけど。だってレベル2なのにさ、うん。100万かと思いきや、俺、1000万やから、これ。もう桁ちゃうやろ、言うとくけど、これは。一桁違うから、もう、あっちだな。まあ、ええやん、その辺は。って感じ。別にレベル1だろうが2だろうがええで、別に、ほぼ。なーって何があるかな、これサークルの。サークル経験値いくつになった？いくつになったっていうか、820500になったっていうかな。ようわからん。その辺は興味なし。はい。で、何のことやろう。この26%とかそれを言うてんのかな。213600ごめん、何？とか。だから、そこのな、サークル経験値いくつになった？なりましたかっていう質問に対してな。だから820500のことやろ。そうやな。820500。まあ、こんなもんやろ。少人数制やから、うち。さて、何を買うかや。見て、なんか欲しいなあ、とほん思でう。な、あれやで、なんて言ったらいいんかな、これ、サークル、1アカウントでサークル部屋に入れる人数って2人までやから。20人や。ちゃ、1アカウントで4つとか5つとか持ってる俺があるやろ、まあ4つやけどな。だから、1日に入れる数って2まで。あ、そうなの。なんで？いや、なんか制限かけられてる。あ、落ちた。何が落ちた？あいつ。あ、君が落ちたんだ。なんか俺が制限かけられてる。2体まで。まあ、裏技で入れるけど。ここでは言わん。裏技で何十人でも入れるようになるけど、ここでは言わん。とにかく2人までしか無理。1日ね。なんで落ちたの？なんかどっか触、あの、下の方なんかいじくってたらバーン落ちんで。何があるかの？なんか変な大きいもん買うか？なんでもええけど、俺はまたもう一個額縁買おっか、ほんなら。なんか寂しいやろ、この壁。額縁をどこに貼るかが問題やけどな。なんか大きいもん。ああ、なるほどな。わかった、OK。額縁買いましょうか。君額が、あ縁変えら、とうん、か。上がってきて、あ、上がっいてや、きた。もう上がってますけどね。上がってる。額縁な、どこなんか言うわ。4ページ目のとこの額縁。ページ目。
どれ？4ページ目の真ん中の、前買ったやつの左かっつったらいいのか。4ページ目の右側。あれ？そどれ？どれ？う。あ、えっとな、あれ、表示違うくね？俺と。ああ、それ違うわ。あ、配信画面見てんの？うん。ほんま。いや、ごめん、もう一回。4ページ目の、これ俺が、配信画面見てへんかったら悪いけど、縦の額あるやろ。うん。うん、あるの。うん、それを1年、1年。買えるだけのお金あります？ありますね。うん、ほんならそれを、ソファーの、ソファーとこのしょうもない台の真ん中ぐらいに設置してほしい。あ、ちょっと待ってよ。ソファーとこの、ソファーとこの間？ソファーと君んちの台の真ん中。俺これ机の足の下って俺よう布団引かへんけどいや、な。引いてないで、引いてないで。あ、そう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 、これで。もうこれ、OKOK。あとなんかここになんかない？なんか。思いつけへん。ちょっと待ってね。変な犬ってあれなんぼした？ああ、俺が最初に買った。あんなんとかって。19ディネロ。時計やったよな、うち。え？時計あったっけ？時計あるけど、買ってない。あ、なかった？時計。ほんまやな。ないな。部屋にしては時計がないな。食堂やのに、ここ。部屋にしては時計がないんやな。買うん？時計。うん、買ったあかん。ええよ、全普通の、ない。然。どの時計？安もんでやけど。100均に売ってあるようなやつ。いやもう、ここの金は全部ぼったくりやからあかんわ。なんか100均に売ってあるような時計ない。100均売ってるやつでいい？俺の部屋にかけてる時計、実際100なん均か、に。ちょっと待って。88ディミルのやつか、ドラドラ、どこや。じゃなくて、やっぱこっちの11ディネロのやつで、で買う？1年。1年で、ごめん、これで。これをな、自販機と、この最強家族と自販機の上側ぐらいならんの。まあ、どこでもええわ。ここらの、ほんまの上側でもええし。さあ、どうなった？おお、ええ感じって、めっちゃちっこいな、これ。なんすか、これ。部屋がでかいんやわ。だからこれ、部屋ってこれ4畳半ぐらいでええね、もうここ、ほんま。だからそれあれあるやんか、99で増えたやん、この何？拡前。張、え？え、何？99で増えたって。99でこんな感じであれやで、自分一つの部屋。ああ、あるな。一つの。そういう意味でか。おー、まあ明日アップデートやけどあ、そう。な。おー、こう、関東だけな。さて、いあと、や、あれ全部じゃない。いや、関東だけのはずやけど、あれ全部か。あれ、この前全部なってたような気すいんや、わからん。いや、325やで。4ちゃうで。5っすよ、5。マジ？一応ファイルも全部落としたけど、フルはまだやな。あと、水銀さん何が欲しいですか？何がいいっすかね。何がいいですか？ちょっと待ってくださいよ。縦線やめてくださいよ。誰で歌いますか？どこにすんねや。縦線なんかやめてや、そんな。どこにすんの、これ。この部屋でどこに縦線すんの、これ。床のカーペットとか買う？いや、もうええやん、もうこれで。なんかもったいないような気すんだよ、俺。
え、いや、ちゃうで、あの、ほら、部分的なカーペッああ、ト部や。分、ホットカーペットみたいな感じのやつだ、要は。まあまあまあ、多分そんな感どうだ、どこにあるの、そんじ。4ページ目と5ページ目とか、4ページ目の右下と5ページ目の右上とこかれ、かカーペットなん、これ。な。うん。板ちゃうの？下ちゃうよ。これ、カーペットをこんな縦に見たらなんか普通の板やんけ、これ。表現の仕方がこのゲームまずいっていう。何これ、プレシオってこれカーペットのことあ、なの？毛皮もあるやん、ほら。どれ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 。9ページ目とか、このあたりとか見てみ。9ページ目？毛皮？どこ？夜間はあるね。ああ、そこじゃなくて、あの上のタブ、左から3つ目押して。左から3つ目が、で、ど、の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 、それ9。じゃない。それの9。毛皮、ああ、これね。57ディネロですよ、これ。高おまへん。まあまあ、買っとこうか。え、いや、いいで、他のやつでも、ほら、他のやつあるやんか、右上他とのか。でも1年は57やな。そやろ。ほな、この毛皮っていうか何このなんかありがちなやつ買っとこうか。木側？ありがちなやつ買っとこうぜ。ちっちゃ。ドラドラ。ええギか、そャッのプなほら。ソファーの前かぐらいにしてくれへん。できるもんなら。いや、ちっさに驚くないよ。や、分かってる。もう、びっくりせんとくわ。これ上歩けんの、これ。歩けるけど、これ何かわからない。バスの立席か、これ、ほんま。40平米ぐらいしかないんじゃ。バスの立席ですか。これ、この好む木しか置かれへんの？もしかして。いや、帰れるはず。これ横ってできひんの？これ何か分からへんの？これ魚の骨か、これ。お前、これ魚の骨か、これ。何か分やかめれへろ。ん。君んちの部屋みたいなって言うたな、これ。やめろよ。知らんくせに言うな、ほな、200電気ストーブとかないの？ほんな電気ストーブなんかあるわけない。あの赤い棒のやつあるやろ。そう、分かってる。おお、そうそう、こう置いとこうぜ。なんでかも、ここのれ。方が小さいな。この方が小さい。なんかな、あかんわ、これ。まあ、なんかいいけけるど。わ。まあ、ええわ。さて、何しましょう。帰るまで。帰る。お金余ってんの？さあ何しましょう。いやー、何この毛が、マジでおもろいねんけど。あ、あれ買おう。電気アメストーブリないんか、電気ストーブ。カ。え？電気ストーブないんか。なるわけないだろ。だって普あれ通、を、何？何何何？飴をこうぜ、飴。何の飴飴や。のガチャガチャ。あ、なんか言ってたな、なんか、自販機の横ぐらいにでも置いとこうぜ、ほんなら。じゃあ買おう。カーペット、しょうもな。ほんまやわ。これいや、何こが。れ特に小さいと思うんだけど。こうやったらもうちょい手前に出しといたらええやん、もうこの辺あたりに。もうちょっと不自然。ここでええか。ここでええな、もう座るとこで。バスの立席みたいになってるけど、まあええか。いつ出す？いや、ええ、ええ、あ、またこれも小さいこと。ドアドア。これで、なんか部屋が広く作る。OK。また何これ、小さ。あ、ちょっと、これに、これはどう？どうぞどうぞ。あっていい？ええよ。何でもどうぞ。ちょっと待ってな。さて、あかん、ちょっと配置悪い。何を買った？
ああ、なるほどな。なんか台ばっかりなってるな、それ。なんか近道みたいになってきたな、これ。また端に置いたら自分の部屋なんだ、これ。いや、別に何も自分の部屋を置いてるわけ、じゃあイメージしてるわもうけじちょゃない。い、やっぱ手前やな。もうこれ以上机いかへんわ。これ以上手前にならんの？なんか限界があるみたい。ああ、なるほどな。あ、ほんまやな。ああ、ここでええ感じになったな。おー、なんかリアルやな、この辺来たら。リアルやな。リアルや、リアリティがあるな。しかし、これはしょうもないな、でも。何かしょうもないいや、だから本当はこれ買おうと思ってさ、な。これのなんていうの？タグ、でも、似たような。自分これ買うたかってどうせ箸につけるんや。どっちみち箸につけるんじゃないの？ これを買っても。いや、俺やったらここベッドにするわ。そう、それで机もここに置いてくる。じゃあ、ほんなこれ、あれせ、自販機とこの飴一逆にできひん、この交代できひん。その方がバランスええことないか。こっちで、どっちがどう思う？どらどら。別に、これでもええし。自販機が目立つ次やわ。これなんでこの中央自販機やねん。ここら辺。ここの部屋の一番の中央が自販機っておかしいやろ。ああ、食堂やしよね。食堂でええやんけ、別にここ。なん自か、販機支えすぎなんすわ、とか言って。自販機。いや、でもこれ 1A で、またあれやろ、自分。また自分あれやろ。この机自販機の前持っていて、キャプチャー取って、で、俺がやろうかなって思ったら戻っとん。戻っとん。ここでキャプチャー取ろうかなって戻もうめんっどくとさいわ、ブログいちいちあれ。あん。ヘッダーのれ画結構めんどくさかったやんか、あれ。ほんま、マジで。像。ソース書かなあかんから、自分なら。めんどくアメさ。ブロやったらヘッダーの画像入れ替えだけで済むのにな。いや、いちいちあれ、HTML のソースと CSS 全部書き直しちゃう俺 CSS なんか知らんねえ言うとくけど、俺。もう悪いけから。めんどくさい。二度手間やないか。ど。FC にいてそれやからの。ほんま、もう。あと、面倒。あとなんか変えるんやったら、なんかこう、工程な、なんか思い当たらへん。いや、もうちょっと俺、献金するわ。献金。献金しますわ、この3000円献金しようか金足りるんかい？な。え？金足りるの？ええの？いや、5万6000円あるけど。俺も献金してもええけど、献金ってなんか響き悪いな。俺も献金してもええんやけどな。ちょっと待ってな。献金するにしても、アカウント2つ使いたいわけやね。アカウント2個使うわ。あとなんぼ献金しようかちょっと待って、コジ取ってくるわ。な。で、また俺がオペレーティングミスしたやろ。ごめん、2000ずつ出すわ。片っぽのアカウントとどうしても合わせたいっていうのがあるから、2000ずつ献金するわ。どうもどうも。2000コインな。はい、献金。200になった。俺間違えへんかったよ。2000やな。合うてるな。ほな、こっちも献金しようか。
もう一個入ってくるのが遅い。来た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 。メインキャラじゃないけど、これ両方両方あれ、こっちのパソコンが固まったぞ。メインキャラじゃないんやけどね。両方メインやけど。なんだ、献金メニュー行く。俺とあれや、似たような感じになってるやん、PM。何？いや、俺もな、もうメインとサブのレベルが変わらんくなってきてるっていう。君サブ持ってたの、その前に。R2 ちゃうで。ああ、そういうことか。ベーパーマン。ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい。あ、ベーパーマンなん、ペーパーマンなん、どっちなん？ペーパー。ペーパーなん。うん。36、34。オッケー、俺献金できたで、うん、献金可能、はい、落とすわ、こっち。ありがとうございました。どうもどうも。献金ありがとうございました。政治献金、はい。ありがとうございます。今度焼肉連れて行きましょう。焼肉連れて行ってくださいとか言ったら、もうそっからなんか突っ込もうかなと思ったけど、連れて行きますやったら、俺突っ込みようがない。普通やんけ、それやったら。なんで俺が連れて行かなあかんねんって突っ込もうもんだけど、行きますわやったら、あ、そうですかで終わってまいるの。俺だけ受けてるっていうのは。俺が突っ込まれへん。いや、それを、な、突っ込まれへんように、ちょっと、知ってみたいなと思って。なるほど。いや、まあ、で、何が買える？なんか、足ります？いや、足りてるんじゃないですか。どんだけ何ディネロなんかわからんねんけど、160人あるいうこと。おお、ほなあと2つぐらい買えるっていうことか。何があるかな。何あるかな。なんやねんそのペット。何のペット頭にうっとうしいな。ああ、だからこれだからモータンやんか、あのチュートリアルで。だからこのチュートリアルの中に君の目があったんやんか。切れたけど、うん、俺もうこれしか全然使わへんから、もうこれはもう。いや、女の方しか課金せえへんというかな、なんて言ったらええの、あっちの方が、女の方がアバター安いんやわ。前にも言ったけど、うん、そういう意味でこっちでは買わんことにしてんの。ほんま高いな。え、このメーカーって1か1年なの？え、何？何？いや、女キャラやったら女キャラの名1年やね。俺持ってんの1年前。マジでなんでこれ30日頭おかねんじゃん。もうしえ、ごめん、もう出ていい？どうぞ。え、男もんって30日30日や、これ。いやいや、1年の目もあるよ、もちろん。あるやろ。あるけど。この目が30日。え、どうだろう。ほんまのこと言うてんの。かっか。前にも聞いたと思うけど。あかんあかん。ほら。ほんまやな。あ、こっちの茶色い方が1年か。うん。え、それで女の方もこれ赤やったら30になるんじゃん。分かんない。いや、その代わりこんな高くないで、とっけど。何本ぐらい？安いはず。いや、せやから俺前回の時にな、うん、セールしてた時に買おうと思ったのにさ、なんかログイン障害か知らんけどなんか出てきて。ああ、なるほどな。ちょっと待って。ログインする方変えようか。そっちの、俺の ID とパスが見えへんみたいな。この辺ぐらいに持ってきたらいいのか。放送画面。そうやな。俺はな、あれやねん。まあな、カズさんみたいにネカマじゃないから。ネカマじゃない。これはな、これはあれやで。何かガチャコレかなんか増えたときにな、これ両方持ってた方がええねん。
救急なんか特にそうやろ、なんか女もん出てくるみたいやな、あれガチャこれで。そうなの、ああ、ええやん。だからな、つけるもんがなかったら終わりやねんよ。あ、そうか。え、何それ、プレゼントできるの、そのもらったやつ。できるみたい。俺は引けへんけど、そんなもん。ちょっと待って、女名やろ。そんな高なかったと思うけどな。1510、100少ない。はあ？で、1800、君の目は1800で30日ぐらい。で、安いね、100ほど。そう、100ほど安い。あ、てかそれ普通にさ、上男にしたら見れへんくない？え？上に多分あるやん、一時ログインし直さんのに、男か女あ、か。ほんまやな。ほんまやな。よう考えたらそうやな。まあ、ええやん。俺がやることってそんなもんや。まあ、全然値段ちゃうよな。まあ俺がやることってそんなもんやからね。驚くなよ。このアホさには驚くなよ。さあ何買ってくれますの今度。ちょっと待ってな。ちょっと、これ。だいぶ献金入ったんちゃう？あ、間違えた。普通やな、なんか普通やな。これさ、生放送さ、貼り付けてできるやん。何貼り付けて、え？何貼り付けて、YouTube のあれみたいな感じで。え？知らん？何貼り付けて、何貼り付けって言われても。だっ何を、て、だから何を貼り付けんの？だから。この生放送の画面を自分のブログとかに。ああ、できるよ。いや、どうなるんかなって思って、今簡易的な HTML 作ってな、見てみようと思う。いや、どんなで、感じで出いや、るできか。るけど、これって、だって期限があるやんか、ここって。ここに上げてたら。だから、これ、後でダウンロードしてな、YouTube に貼り付けたろ、上げたろうかなと思って。だから、要はそういう感じで考えてんね。そこって期限があるからな。多分 YouTube みたいになると思うよ。ちょっと待って。あれ、どっか消えた。なんか一発、なんか地味なんていうか、なんかドカンと、なんかええ考えあります？考えありますって言われ木生ても。やしてもええで、別に。木生やしたかってええで、別に。気配す？いや、なんでもええで。君が好きな、なんかないの。黒板でもええで。あ、これほんまや。こんな感じやねんや。何が？いや、ちょっとなんていうの？本家で見るより、プレイヤーが変わるっていうか。何そのプレイヤーが変わるって。お？ああ、ブログで試してんのか、いちいち。なんいや、か、ブログじゃない。普通に自分で HTML ノートパッドで作って。いや、そんな、簡易的にはないけど。な、ちょっとな、どうしようかな。いや、部屋の配置的にな、テレビ置いてる台あるやろ、それと、一番右の観葉植物置いてる台あるやんか。ああ、あれって交換できひんかなと思って。ごめん、もう一回どうぞ。はい、変えますの。もう一回お願いしだから一番右側のこの紫の台をテレビの方に持ってきて、で、今テレビ置いてるやつを左へ持っていくわけ。左っていうか、これ要は、こう、そう、普通やな。そう。ほんで、こっちが部屋風になるやろあ、ここにさ、あれ見たら、テレビ。う。テレビっていうか、別に何置いても構わへんねんけどテレビ置くかな。
じゃあ、うん、テレビまあ、置いていい？うん、ええよ。どうしようかな。買うで。うん。これテレビと額縁ってかぶるやろうと思うから、これこねくり返さなあかんで、ね、そっちで。観葉植物別にここの台の上でもええやし。観葉植物を、うん、この透明の台の上でもええよ。これとか、おお、なんか普通やな。うん、で、額縁ちょっと動かしとこうか。まあまあ、ええわ、ソファーまで動かすとちょっとややこしいやろうけどな。額縁を動かす？うん、額縁動かしとこうぜ。もう前向きに見えるようでええやん。うん、まあまあええんちゃう、これで。また普通なテレビっすな。これいや、どこ製っすか、これ。クソニー製か、クソニー製か、これ。なかなかこれええセンスやろ、この部屋。なんかあと何かありましたら、なんぼ足らへんとか言うてくれたらええけど。れじゃね、なんすか？電球とかじゃね。あ、このモニターのこと言うて、電球か。なんかっぽくね？なんか。シードラインって書いてるやん。電球ってちよう、ょっと、シードラインって書いてるって、これ。あ、ほら。まあ、そう、よう見たらそうやけど、よう電球なんて、よう君出てくるな。俺らの時代っすよ、それ。いや、今でも。2004年ぐらいやで、それ、電球で。いや、普通にあれやいや、で。電球の DVD-R って流行ってん、うちらの時な。電球の DVD-R やんか。まったな、ボンド臭いねん、それが。意味がなわんかか、いや、もうなんか、10枚バルクスピンドルの電球のな、DVD-R な、蓋開けた瞬間、ボンドらん。いや、で臭もいこねれ普通にあるで、モニターとか売ってるで、今から。ん。ほんま、電だ球。から俺、ディスプレイのモニターで知ってるだけで。電球の DVD-R までは知らんか。いや、ちょっとないんかなって思って。うん、なんかそんな感じするよな。まあなんかある？なんかこの辺なんかない？しかしこれしょうもなすぎるな。この盲腸が大きなかったもか、お、ええ思えへん、こいつ。これよ。何これ？このちっこさ。なんかちょっとさ、スペースキー押してマウスでモーションするとかさ、そのぐらいにちょっと作ってくる。そうやな。自販機回らんでもええからな、別に。いや、自販機買ってさ、ピッてやったらなんか押すイメージ、なんかエモーションが出るとかさ、まあ、ただ単にこ前でれ、スペース押したよ。ただ単にこれ置いてあるだけやもんな。で、なんか物を取って、なんか顔が変わるっていうか、なんか取り出して飲むエモーションっていうか。まあ部屋があれやの。なんかあかんわ、これ。床があかんわ、多分。なんで床があかんねん、床これ。が古くさ。何がや、君の縦線ほど臭いままないぞと。いや、あれは横やわ。あれ横、横ちゃうわ。あれはな、壁紙でやろうけど。変えてみる？何、一日。一日分買ってみる。7日分買ってみる。壁、床か？あ、7日。まあ別に7日買ってもええけど、7日とりあえずこんなにしてみましょう。まあやりたいんやったらやってみや、ええよ、別に。またなんかいけてないの。何、君のセンスってこれ？いや、なんか広く見えへん、でもあるよああ、うん、な。広く見えるな、確かにな。へえ、やっぱ床黒かったらやっぱあかんねや。なんか狭いっていうか、なんか手狭に見えるっていう。だって1年行動いたらよかったんだもんね。まあええか。で、これね、なんていうの？ここあれにしよう。こ何？れにしよう。何？ええよ。あっていい？何？ええよ。1年買っていい？ええよ。何？うん。
別に献金しようもたらあと2000ぐらいいけるで。いや俺もいやっていうかな、ほんま言うたら2万こっちちょっとこっちはほらこれやったらちょっとほら、うん、ここに来たらほら見てみいい感じで撮れるで、うん、普通の部屋みたいになるんだよな、うん、そうそうここほら何この趣味の悪いこの青とピンクの取り合わせ、もうちょっとマシな床なかったんですかこれ。いやそんなんやったらトラが例外やろ、トラがなんで見てんの。これはまああれやんか、あのありがちなあのバブリーなお家に置いてあるようなやつが、こんなんやん、ありがち、バブリーな家に置いてあるやん、こんなんあるやん、なんか連れんとこにもあったわ、なんかこんなんあったわ、うん、あったあった、なんか連れんとこにもこんなんなんかありがちなのあったわ、しかも自分の部屋にいたん、これポカリやんな、この自分で。そやけど大塚製薬の割にこれなんかコカ・コーラ製品置いてへん、これ伊藤園とかポカコーラ置いてあるよ、これポカリスエットってこれあれ大塚製薬やろ。うん、知ってる。そやろ、ファイブミニ好き。ファイブミニまた古いの行くんやな俺。ファイブミニって俺小学校6年ぐらいの時やで、あれ。いや売ってない、売ってるけど。まだ売ってんの。売ってるっちゅうね、普通に自販機で売ってる。久しぶりに聞いた、それ奈良県だけちゃいますそれ。いや大塚製薬の自販機見たことない。あんねん、大塚製薬の。いやいや、あるけど、ファイブミニなんか置いてます？ファイブミニも置いてるし、そこあれも置いてあるで、カロリーメイトも。いや、まあまあまあ、そうやけどな。そんなん20年ぶりに聞いた、ファイブミニなんて、そんな。忘れてたわ、そんなんやったら。あとあれとかな、ソイジョイとかの自販機も駅に置いてあるしな。あれ最強やな。使わんけどな、何やったら俺使わんな、そんな自販機。まあね、100円でそういう状態買えんねん。じゃ自販機面白いね、なんかくるくる回転すんねん、なんか。いや、分かってるけど、そんな自販機、大都会のうちにはないっすよ。え？いや、あれの方が都会やと思うんすけどね、そういう状態の自販機。そうかな。そんなんやったかな。え、そういう状態の自販機、マジで見たことない。ないよ。ないよ、まあ後で画像送ってくれ、そんなんやったらその、あの、何数学途上かなんか知らんけど、写メ送ってくれよ、ほんなら。あるある、YouTube でもあるって普通に。ええけど。これあれかな、あの、7日来たらもう床ノーマルなんの、これって。ノーマルかな。ノーマルっていうか、どんなんやった、ちょっと待ってな。うん、ノーマル？どんなんやった？ドノーマル。いや、もうこっちの方が息してきたよ、待って。これがドノーマルか。うん、これこそ普通やな。うん、まあ、ほんなら、まあさっき飲んでええとして、まあ他に 何か星もあります。なんか壁紙がいただけないですかね。さっきの青？なんかもう青、なんか、いや、なんでもないです。すいませんでした。いや、ええよ。別に買いたいんやったら買っても。いや、なんかな、いや、思うには、この辺、なんか、まあ、ええわ、なんか。わかるわかる。言ってることはわかるで。この辺がな、なんか、あれかなと思って。いや、だから、二極化してるわけよ。うん、そうやね。これ真ん中からこっちが、こっちが居住空間。サク作ろうぜ、サクサク。パーテーションないの、パーテーション。あれ、わけないやろ、そんな。パーテーションないんか。ちょっと待って。これ、動物かなんか置いたらパーテーションの代わりになるんかな。動物並べる？食べに。いや、あのな、なんかあんまり物と被らんようにしてな、ど真ん中この辺に動物置いたらパーテーションならんかなと思ってな。いや、ここでもええよ。なんでもええけど。机縦に置くとかあかんか。うん、いや、ええよ。やってみていいって。ベッド置く。どこに置くん？中央。真ん中にかやん。最強やん。まあ、これ放送に乗るからあれかな、おかん。君ラブホか、ここは。まあ、ええけどやな。まあ、じゃあ、ツリーか、ツリー。うん、どこのんよ。え、どこ、ゼロ、
3番目。3ページ目。スリー。あ、スこリーっれ。て言わらん。うん、ええよ、別に。買うで。うん、ええよ。あ、ごめん、これ壁やった。ドラ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 。ええで、壁どこでもつけてみていいって。ちょっと待ってな。うわ、これあかん。ええから、いっぺん、ちょっと。どこにつけよう。ほな、左、一番右いっといたらいいね、右、右。一番右。一番右つけてる。いや、まさか壁しかダメって知らなかったんで。お、すごいすごいすごい。何これ。あ、ほんならな、どうしようかな。床にここもうちょっと置いたらカーペット。だからそれを言うてんねんけど、これ壁か。壁やった。いや、もうちょっと入れるわ、こっ俺ちは。の右の壁につけられへんの。つけれる。もうちょい手前かの、この辺ぐらいでもええわ。この辺でええわ。僕はこの辺が見えへんんでか。ちょうどこの透明の机の横。おお、なんかもうちょっと手前になる。もうちょっと手前行く？もっと手前でもええわ、この。なんか小さいねん、これ一つ一つが。なんか小さいな。なんかだから、なんていうの、これを何個も買わなあかんのや、もう、せやったら、本気でつけようとか。甲子園球場か、ここは。ほんま。違うわ。そう、ここで、こんなん全部つけるって、この甲子園球場なんだよ、こんなん。言うてもわかるやろ。わかるけど。この甲子園球場なんだよ、この全部このね、一個一個こうって言ってでもごそらこつけたら結局この辺何も変わらへん。ん。だから、ここなんかないんかと、さっき。ちょっと入れるわ。ちょっと待って。金足りる？5000いる。50あったらいけるやろ。97あった。ドラドラ。入れるで、はい。ああ、俺が出てしまった。またオペレーティングミスやな。なんか一つ買いますかね。なんかちょ、ほんま頼むわ。俺あかん、センスないから。なんぼ足りひん？いや、足りてる今。見てみ。俺の R コインなんぼやろ。いや、出せんのは、そら1万出せるたら、ほんまは出せるんやで。けど、ちょっと買いたいもんがあるから、ちょっとだ、あの、なんていうの、せこいやろうけど、出し惜しみしてんねん、悪いけど。まあ、あの、もか、うあ、出しあ、もあ、あらっと、て。まあ、稼いで、これ、アイテム買ってるみたいやし。何がええかな。これ、このキリンとか、なんかこの、これって何？お着物やるから。この2体も？ああ。これ壁に貼るだけとかで、またしょうもないのにならんやろ。いや、多分犬と同じ感じちゃう。犬と同じ。これ、でもこれ、結局これ壁紙の項目の中に入ってるから、結局壁なんじゃないの、これ。ちゃうんか、違うんや。壁紙。これにするから、竜みあ、たいな。壁紙やわ。あかん。そうやろ、ほんま甲子園球場みたいにしてもしゃあないやろ、こんな。壁紙の、だからこれ置物のとこ行かなあかんから。あ、でもこれ置物やな。置物ちゃうでしょ。キリン。キリン。いや、キリンでもここの2体のやつあるやんか。2体のキリンってあるっけ？今俺の放送画面で言ったらこの辺なんねんけどな。ちょっと待って。表示されへん。お、出てる。出てる。これ。なんか落ちたか。で、キリンじゃなくてシマウマな。あ、シマそウマれ、なん、俺これ。シキマ。リンじゃないの、これ。
それしかも貼り付けやん。あ、貼り付けなんや、やっぱこれ。だって時計とか周りあるやまだ甲子園球場かも。まだあかんな。なんかあれ、犬ってどこに売ってた？置物。だから右。ああ、なるほどね。犬高いっすか？ 105 もすんの。なんかないかもんな、これ。まだ、なんか、一発なんかわけわからんもん置いてみるな。何しようかな。それで終わろうか。一発なんかわけわからんもん置いて終わろうぜ。配信時間今な、これいつから始まったんかな。リリース22時56分やから、もう1時間経ったやん。なんかわけのわからんもん、何が起きるか。しかもど真ん中に置いたのが。1個しか変わらへん、とりあえずは。1年やったら。これってどうなる？今俺の放送画面で。これってどうなるか。これ、俺の放送画面で。これよ、これ、これ。もうなんか変な。何ページ目や。右から2番目の6ページ目ぐらいかこのカゴみたいな。な。そうそうそう、なんか、なんちゅうんかな、これ。置物やな。置物か。これなんか乗るやつ。いや、わからん。何するもんなんかわからんけど、とにかくこれをな、今の立ち位置ぐらいのとこにガーン置かれへんかなと思って。アホやんけよ、家で買ったで。勝った？これさ、なんていう、期限切れた時のこの虚しさがやばそうやねんけど。いや、それやったらその代わりたまるやんか。俺2万出せば、こう出るで、とってる。うわ、何このしょうもないの、これ。ちっさ 邪魔なだけやんけ。なんか邪魔やな、これ。なんかめっちゃ邪魔やな、これ。手前でできひんの？もうちょいこれ。限界あんの？やっぱこれ。ここって。そう。めっちゃ邪魔やな、これ。そう、これ限界やな。まあまあ、これでええか。とりあえずスクリーンショット撮って終わりにしようか。おどらどら、なんか変わったぞ。変わってないな。変わってないか。何も変わらんのよ。おお、じすゃごいあ、すごい。もうええわ、俺ここに撮るわ。なんか、ちょっと待って、もうちょっと引き絵の方がええよ。まあ、配置がええやわ。どの絵で撮ったよ。まずこれで1枚、あかんな、机の前で。もうなんか食堂ってイメージがなくなったな。何？なんでこんな逆にこんな古臭いここって感じなんで。ちょっとそこの位置から離れれる今。あ、ごめん、 F10 やったな。はい、撮った。 OK。 ほんでもうちょっと見るわ。確認しとくわ、撮れてるかどうか。あ、撮れてるな。いや。いや。今何が起こった？いや。PO が起こってるわけね。ああ、のせ。ほんで次の位置がここや。ここで一発取っとかなあかん。ごめん、さっき何を取ったっけ？どこなんじゃ。これやろ。そこで取れてるっていうことは、自販機のこの辺からのショットを撮らなあかんのか。撮れた。これ全画面やったらスクリーンショット撮れへんの知ってんな。
全画面モードやったらスクリーンショット撮れへんの知ってるな。そして俺撮れると思うけど、いや無理やと思う、全画面無理やと思う。見た？ん？直ってんのか、撮れてる？なんでやろ、うち撮れへんねん、全画面モードでスクリーンショット。なんでやろ。あ、何もバグってないで。ほんま？じゃ撮ってみていいか、全画面でスクリーンショットか。うん、撮ったな。もううちあかんねん。なんでよ。わからん、こうなんねん。何がおかしいよ。何がおかしい思う、これ、これ。なんかターゲットがずれてるような感じの。いや、なんかもう色からしてぶれてるしな。うん、これ、わからんねん。だから、あの、アップデートからおかしいって言ってるの、これやねん。ちょ、もう一回撮ろうか、俺。全画面表示で。ちょっと、場所変えるわ。俺フルスクリーン、フルスクリーンゼロにしてるからあかんのかな。あれ書き換えといた方がええんかな、デフォルトに。もしそれだ。うん、それぐらいしかないよな、みんなとの違いって。何？いや、フルスクリーンで上がってけえへんようにしてるやん、いつも俺。それがあかんのかなって思うけど、このバグはちょっとあかんで。そんなんやったら俺どないなの？でも同じやん。え、フルスクリーンで撮れてる？うん、だって俺もそうしてんの。ソース変わってるはずやろ、確か。ちゃ、あの、ちゃ、コンフィグを書き換えてへんっていう意味。書き換えてへんやろ。コンフィグ？どれや、書き換えた？あの、全画面でいきなり上がって。コンフィグってどこにあるっけ？いや、まあまあ、ええわ。俺の、みんなとの違いってそれぐらいから、それかなと思う。あったの。だから、フルスクリーンを0なんか1なんか。あれ？コンフィグってこの中になかったっけ？あるよ。お、あれ？ネットワークシステムじゃないやろ？ NYX ランチャー。コンフィグあるよ、ここに。ないか？どれ？コンフィグ。今こいつが作業中やからコンフィグなくなってんのか？なくなったんか、しかも。どっち？何やろ？コンフィグ。あ、多分あの、ゲーム上がってる中はこれ作業中になってる。あったあったあった。あるな。フルスクリーンはゼロ？え、俺ゼロになってるやろ。これさ、うん、あの、1024768にしよう。これ1920とか書いたらどうやんやろ。いや、やめとき、あんまり、それ、起動中。これだから、ほんなら、あれ、君とここれフルスクリーン1になってんの、ほんだそこ。ゼロゼロ。ゼロ？うん。なんでやろうな、うちスクリーンショット取れへんの。上書き保存。なんでこれで全画面で起動して1920とか起動したら神ゲームやけど。いや、神ゲームはそうやけど伸びるだけちゃうの結局。はい、変わりませんでした。そうやろ、うん、そうやろ。そんな臭い話になるかと思ったんやけど、逆に対応してないからこう800、600になった。いや、戻そう。え、でも自分のとこフルスクリーンゼロ、うん、まあ条件一緒やな、うちとな。なんでやろうな、なんでキャプチャー取ったらあんななんのよ。 XP やろ、それ。それ XP で上げてんやろ、今。うん、なんでやろうな。いや、どのうちのどのマシンでやってもなんねん。あ、もしかしてサービスパック2か。うん、ああ、それの違いもあるわな。え、ダイレクト X 休止？ 11 って言ったら、なわけないやろ。何乗ってんの、ダイレクト X 休止なんか、やっぱり。待って。バージョンがちゃうんかな、ほんなら。ちょっと待って。で、サービスパックにいいから、ダイレクト X 変わってないはずやけどな。9.0C。うん、90C やわな。
でもバージョンが違うんかな。なんやろな。まあええわ。なんか撮れへんねん、うち。全画面調子悪いしもんね。全マシン、うちのね。まあスクリーンショットは撮れたから、なんか違う角度から撮っとこうか。これでも撮れたのか、撮れたか。なんやろな、こちらこれ。なんか運営にも勇気せえへんわ、俺こんな。なんかあと撮っとかなあかんショットないかな。この辺も撮っとこうか。もうブログネタにするわ、悪いけど。あとはもうこっちは変わってないんやな。まあまあええか、取れた取れた。しかしめちゃくちゃうちが XP 画面やっていうのがバレバレやな、これ。うちがむちゃくちゃ XP やっていうのがバレバレやな。ええねんけどな、XP で。今写真選んでるところ。XP、俺も XP って言われるんですよね。あのゲートウェイ XP やろ、ありえへんと思うけど。ゲートウェイ XP やん。なんかめちゃめちゃ軽そうな気すんねんけど。めっちゃ軽いわ。どうしたまあええやろ。ええやろ、これで。もう残り、もう使われへんやろ。何もなしやろ。お金。サークル、なんていうの ?10?10 ディネロしかないってことこれ。あ、マジ?うん。ディネロでサークルのとこ見たら10になってるで。まあ2万7000円と、まあ3万コインぐらいあったらこんだけ買えるっていうことやな。まとめて言ったら。まあだいたい3万コインぐらいやな。3人で。うん、10になったな。オッケーオッケー。さあ、ということで、とりあえず終了しとこうか。はあはあ。いや、どっちも、はい。そうしますか。あ、自分も部屋から出てんのか。あ、俺はな、なんかさっきあの、変えてみるわとかって聞いて。ああ、なるほどな。はい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 。よし、OK。OK、OK。まあ、放送は切りましょう。まあ、これは後でちょっと YouTube でもアップロードしとくわ。はいはい。